私の3年間の片思い、今日告白する。よし。メイ、ごめん、部活なかなか抜けられなくって。こっちこそごめんね、抜けさせちゃって。どうしても伝えたいことがあって。実は私もメイに伝えたいことあって。え？あのね、メイ、私彼氏できた。え？一生彼氏できなかったら一緒に住もうとか言ってたけど、よかったわメイ。今まで相談とかありがとうね、大好き。これからもずっとずっと友達だよ。私は失恋した。そして私は誓った。私は友達なんかいらない。彼女を作る、彼女を作る、絶対彼女を作る。彼女を作るために大学に入学しました。絶対彼女を作る。どれが恋かがわからない。見た目も女子受けしそうな感じにしたし、これだけ女の子がいるんだから。突然ぶつかって、あっとか、空から落ちてきて、あっとか、あるかも。なかった。それどころか、すでにグループができている。彼女どころかすでに友達すらできない状態。完全に手遅れた。やっぱり友達作りも大切だよね。なんか音楽聴こう。あの、モネ、お隣いいですか？モネ、来ちゃー！ダメだ、性的な目で見ちゃダメだ。まずはお友達、お友達から。はい、どうぞ。すみません、ありがとうございます。皆さんもお友達がいるみたいで心細くて。ああ、わかります。なんか内部生も多いらしいので、ここ。へえ。ダメだ、可愛い子すぎて会話が続かない。でもよかった。え、お話できるあなたのような方がいて。もう好き。ダメだ、高揚が抑えられない。私も一人だったから嬉しい。お、キュン。私、白沢リリと言います。お友達になってくれますか？あ、うん、私、空イケメン、よろしく。好き、好き、もう好き。うわ、心音がやばい。あ、ごめんなさい、つい職業病で強く握っちゃって。職業病？あ、はい、あの、私、ちょっとだけアイドルなんです。ちょっとだけアイドル？え、すごい、探してみていい？名前で。あ、待って、先に連絡先交換してもいいです？私が画像を送るので。うん。あ、ラッキー。あ、来た来た。一番最初に見て欲しくて。どうかな、メイちゃん。好きです、結婚してください。すごく可愛いと思う。本当に？よかった、惹かれると思ったから嬉しい。私、彼女に恋しちゃったかも。
広沢さん可愛かったな。教授面談がなければもう少しお話できたのに。ここだ。心理学科、とどめきマリア。なんか怖そうな名前。失礼します。はい、どうぞ。いらっしゃい。お疲れ様、待ってたよ。お姉さん、入って。お荷物をお持ちします。え、なになになに。どうぞ。心理学科教授のマリアです。今後ともよろしくお願いします。ソライケメイさん。これ教授？おつまみもあるから。谷間、なんかそういうお店かな。最近は学校がうるさくてね。セクハラが起こるからドアを開けておけとか、女の教授が女生徒を担当しろだとか言われるんだけど。メイさん、私のことそういう目で見てるよね。バレてる。いやー、いいのいいの、そういうのが楽しくてやってるんだから。そんなメイさんだけに特別サービス。谷間。人の心って体の反応に出るものなのね。その反応を読み取って推測して検証する。それも一つの心理学実験なの。あなたの心、推測してみようか。ドキドキしてる。あと、女の人のこと好きでしょ。当たっちゃってる。私も好きだよ、女の子。買いたいなって思う。え、正直な反応かわいいね。お家に持って帰りたい。ツンツン。え、好き。持って帰られたい。先生、好き。女の子好きならワンチャンありますか。告ろうかな。告ろうかな。まあ、教授と学生、そこは一線を越えずやっていきましょう。じゃあ質問いくね。心読まれてる。じゃあそういう感じで単位を落とさないようしっかりやってくださいね。はい。あと、一線を越えたかったら相談して。一応彼女募集中だからね。ただし1年間成績すべて U の人に限ります。はい、し、勉強頑張ります。じゃあね、いつでもおいで、メイさん。年上の大人なお姉さんの彼女とかいい。買われたい。よしよし、いい子いい子。にゃーん。あんな教授惚れるやろ。なんだろう。アイスキャラメルマキアート、オーダー入ります。かっこいい。お待たせ、どうぞ。ありがとうございます。やったじゃん。イケメン。ん？君は見ない顔だけど何にする。わ、私は水で。おお、水。君いいね、好き好き。じゃあこれ私のだけどおごり、まだ開けてないからあげる。え、いいんですか。うん、ただ君だけの特別、みんなには内緒ね。しー、はあ、惚れた。はあ、あんなの好きになっちゃうでしょ。取る授業決めなきゃ。集中集中。君、うん、
さっきの子だよね。うん、よかった、また会えて。なに私演劇やってるんだけど、うちの課で今日新刊あるんだ、君も来ないかなって。演劇やったこともないし。君の声とてもいいし、私と一緒にやらない？それとも私とやるの興味ないかな？あなたにはめちゃめちゃ興味はありますが。じゃあ行こうかな。やった、し、勧誘成功。私、芸術学部3年の港、一緒に来てくれますか？はい。これは恋だ。ごめん、他の子も案内しないとだから先入ってて。で、結局男に囲まれてるのですが。うちの劇団にようこそ。いや、うちだから面白いぞ。ねえ、君どこから来た？俺新潟。こら、新入生いじめちゃダメ。キスの先輩。もうやめてよ、その呼び方。こら。させん。はあ、なんかすごくモテそうな可愛い人来た。隣来ちゃった。いい？はい。隣に来るとますます可愛い。この人がキスマとかやっぱ。はじめまして。役者やらせてもらってます。3年の安嶋かりんです。趣味はお酒を飲むことです。キュン。かわいい。これ男子即落ちでしょ。いや、私も落ちたけど。じー、私あなたとキスしたくなってきちゃった。おー、あ、キス。どうなの、どうしたい、どうしたい。キスしてみたい。私でよければ。あれ、皆さん離れて。本当嬉しい。ぎゅー、私キスするの好きなんだよね。そう言ってくれて嬉しい。はい、もうすでにエロいんだけど。するね。あなたの名前は？あ、メイです。メイちゃん、めっちゃ好き。よかった。あ、好き。よかったら、うち来ない？え、ゆっくり続きしたいな。ペロ。もうこれ、彼女では？ダメ。寮の門限。あ、もしかして四季放寮？はい。あ、じゃあ今日はやめとく。あそこ厳しいから早く帰りな。でも、また今度ゆっくりうちでしようね。そら、連絡先交換しよ。はい。今日は出会いがやばかった。一生分の出会い運を使い果たした気分。同室の先輩にはまだ会えてないな。どんな人なんだろう。いい人だといいな。いろんな女の匂い。こ
それだから誰かと同室は嫌なんだよ。けど、この匂いは悪くない。金髪美少女、臭いし捨てた。え、捨てた。柔軟剤の匂いとか無理なんだよね。あ、本来お前も他の部屋に捨てに行く予定だったが、お前のこと気に入ったから置いてある。よかったな。え、だからお前のこと気に入ったから置いててやるって言ってんの。このカオル様の抱き枕としてな。いい匂い。いやー、生ですって。もちろん嫌なら出てっていいけど。毎日この美少女に抱きつかれるなんて、そんなのむしろウェルカム。嫌じゃないので、毎日抱いてください。やっぱお前、何その言い方、エロ。いいよ、毎日飽きるほど抱いてやる。ほーら、私死んでしまう。さて、朝ごはん食べに行こう。大学生、みんなやばい。ほら、私の服貸してやる。着てみたけど、ブカブカというか下着。へえ、かわいいじゃん。ちょっとトイレ。どうしよう、もう私、誰が恋かがわからない。この後も、あの、お顔触っていい？はい。やってくれたら先生からご褒美あげられるんだけど。やらせていただきます。私はここで君の声を聞きたいと思って誘ったんだけど。もうキスの続きだよ。お前の匂い癒されるから連れて行きたい。みんなに振り回されて、私どうなっちゃうの。ハイスピードユリコメディ、どれが恋かがわからない、コミックス第1巻発売中。月刊コミックキューンで好評連載中。人の数だけ好きがある。